はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はいはい、ま、ちょっとしょうもない話です。またしょうもない話題でいきましょう。しょうもない話題、はい、我々嫉妬されておりますというネタをしようかなと。ほう、嫉妬されております。我々ルームさんこの2人、お、はい、どういうことか言うと、まあ、アンチの人もいるということです。あそれじゃもうね、はい、もうただのネタです、はい嫉妬されております。僕ね、あのアンチってアンチじゃなくて嫉妬してる人やと思ってるんですよ。だから嫉妬マンやと思って、嫉妬マン嫉妬マン、うん、もう嫉妬マンって呼んだろうかなと思ってなんかっこいい。あ、でもね、まあ、我々ちょっとその動画ちょっとバズらせていただきましてですね、あ、今ね、はい、月間で何万回だっけ、75万回ぐらい再生されてるかな、チャンネル全体でね、はいはいはい、の割にはアンチコメント超少ないんですよ。それね、ちょこちょこってよう言いますよね。うん、超少ないんですよ、ね、もう全然来ないぐらいの、はい、数件しか見てないです、1ヶ月で。あ、そんなに、はい、おーおーおー、全然来ないんですよ。ほう、それはね、非常にありがたいんですよ、はいはいはい、でもその、まあ、全然来ない人たちに嫉妬されてるっていうのもありますけども、はい、まあ、あとね、音楽仲間とかがなちょっと嫉妬してるのかなっていうのもありますね。あで、ランさんのこの位置が羨ましがる子がいてたりとかもしますね。あ、女の子で、ね、女の子とかでも、はい、うん、なんかいいなって、ランさんはこんな全部やってもらってみたいな見方をする人もいますね。まあそうですね、だって私ただね、用意されたものをやってるだけの人でございますので、うん、でもそういうの結構ね、はい、感じる時が僕は最近あるなと思いまして、へへへへ、うん、でも、まあ、確かに羨ましいのはわかるわな、うん、ここの位置が違うんですか、その世の中の人ってなかなかそのバランスうまくよくいかないじゃないですか、はい、その人を見つけてもバンド組んでもよう解散したりとか、なんかね、トラブルあったりとかね、で、まあ、そのランさんの位置が羨ましいっていうのも、はい、まあ、分かるかなと思うんですけどね、そういう風にやってほしいとか言って、まあ、僕ちょっとできちゃうもんでコウさんできる男やからね、ちょっと仕事できるんですよね、僕ね、できる男やから、もうちょっと私ちょっと面倒見てくださいよぐらいのね、うん、そう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 まあでも先着順やったからな。そうですね、たったの私がタイミングよくシャッシャッシャッって入ってしまったからもうね、先着順やったね、もう、僕そんな2人も3人もよう面倒見んですから、いやもうコウさんもうハゲ上がりますよ、ハゲ上がるもん2人も3人も見てたらもう頭ーみたいな、ねえ、なんか愛人いっぱい囲んでるみたいだろうもんなあっち行ったらこっち行ったりしてな、ね、いっちゃたまにスケジュール間違えて、ね、あ、今日は何々ちゃんとこいいかなみたいな、モトブロブッキングやー、ブッキングどないしょみたいな、泉元やばりになへなるやと思うんですけども、でもね、まあ嫉妬っていうのはね、僕は実はね嬉しいんですよ。まあ、まあ、そう思われる存在になったんやなっていうのはありますね、うん、まあそのアンチコメントに関しても、うん、でもアンチコメントでも、まあ、もう毎回これね本当に読みたいんですけど、実は読んでネタにしたいんですけど、うん、はい、同じすぎて思んないんですよね、そのお前ら誰やねん、そうお前ら誰やねんとか、 なんかこう調べてから喋れみたいな、うん、そうそう、メジャーも言ってないやつが偉そうに語るなとかいや別に語ったって、いや法律で別に語ったあかんって、法律ないねんから別にええやんって、ね、別に表現の自由ですから、ちょっとひねったアンチコメントをいただけるとね、ただね、ちょっと納得するんですけど、ね、全部一緒なんですよね、内容がね、うん、で多分その、ね、うん、まあ、アーティストについて語る動画とか出すと、はい、まあ、ちょっとバズったりすると、バズるっていうことは新規視聴者さんに届くん で、ね、だから知らない人が見るんで、はい、まあ、どうしてもそういうコメントがちょこっとは来るんですけど、うん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 、でなんかね、偉そうに言うなとか、よく、まあ、大体そういうことなんですよ。別に俺偉そうに言ってる気は一つもないんですけど、まあ、普通に自分が見てこれすごいなっていう感想を言ってるだけなんで、ね、うん、別に上からも言ってるつもりはないですし、まあ、普通に見てね、その素直な感想を言ってるだけなんですけどね、うん、まあ、こうなんじゃないのかなっていうのをね、そう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 、ああだこうだ言葉を言い換えて言うとかねうん、させていただいてるだけなので、まあ、そんなね、もうこうだからこうなんだよこの人はみたいな感じで言うだけの、ね、だから解説しないのはそうなんですよ、うん、解説は僕らできないっていうのがあって、はい、だから解説せずに自分らの今思った、うん、感想を言うと、うん、で下調べをいちいちしないのも実はそこなんですよね。そうですね、してしまうと全部分かっちゃうから、これ喋りようがないよねっていう
なんて言うんですかね、先にこう知ってしまうと話が広がりにくいとか、なんかこう想像力がなんか働きにくくなっちゃうんですよね。なんかその枠を決めちゃうっていうところがあるんで、まあ、間違いもいっぱいありますけど、もちろんもちろん、はい、実際のところね、うん、あれこここうじゃないよっていうような形でコメントいただくことを、うん、まあ結構ありますんで、なんかね、まあこれ日本人の特性なんでしょうね、うん、その解説好きっていうのあるかな、うん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 、YouTube って解説してくれるものだっていう、はいはい、あると思うんですけど、うん、実はね、それをそう思ってる人ってちょっと間違ってる部分あると思うんですよ。いろんな有名な YouTube がありますね、なんちゃら大学とか、はい、ありますね、ああいう、うん、あれでなんかこういろんな解説とか、もちろんその解説内容しっかりしてるんですけども、うん、実はその解説の裏にその人の意図があるんですよね、うん、こう言ったらこんだけ再生取れるだろうとか、はい、こんだけお金が稼げるだろうとかいう、はいはい、その裏側見る方なんですよ、うんうんうん、だからその解説を素直には僕もあんまよく聞けない人なんですよね。なんかちょっとひねくれてんのか知らんけど、なんかもう人の何て言うんですかね、その裏をまず見ようとするってあたりでね、そうそうそう、ね、いや解説はしっかりしてるけど、この人はなんでこういう解説をこの時期にこの動画で出すんやろうなとか、うんうんうん、その裏っかめっちゃ考えるし、もう斜め45度から、ね、そうみたいな。まあそういうのもあるんで、だから僕はもうあえて解説しないし、別に解説はしてる人いるんで、うん、みたいな、まあそっち見てもらってもいいかなっていう。詳しい方が、うん、まあやればいいだけの話なのかなっていうのはあるんで、まあ実際私たち、なんていうんですかね、この2人で、うん、まあ動画見て、リアクションして、うん、感想言って、ピーキャーってやるエンターテインメントをお届けしてるっていう、うん、認識でやってますんで、うん、ちゃんとしたこと、もうね、言えなくて、当たり前ですよ、言っても素人にちょっと気配入ったぐらいなんで、うん、言ってもね、本当に、まあね、解説チャンネルになるとこれ、ね、正直ね、しんどいんですよ。全部裏取らなきゃいけないじゃないですか。で、僕らのやってる、ね、その本来その音楽でライブしたりとか、うん、ライブにまあ、ちょこっとでも、うん、多くの人に来ていただきたいっていうところから外れちゃうじゃないですか、うん、そうですね。でもそれやったら YouTube だけでやっていく感じになっちゃうんで、もう解説者として、ね、うん、なっていくんで、でそんな解説する技量なんてないのも もちろん自分で分かってるんで、うん、だから今このスタイルがあるっていうことですね。まあそうですね、うん、まあまあ大体がでもお前ら誰やねんっていう、まあまあそれは分かりますさ、まだ言うてね、まだ 1.1 万人の YouTuber でございますから、そらね、超人気の方と比べたらそんなもんね。ただね、ソロコメント見た時にいつも思うことが、お前も誰や。もうこれは毎回思うの。そう、いや、ど正論ですよね。そう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 、ね、なんかね、それを言ってるあなたもどなたですかいう話。もっと知名度ない人が言ってきてるわけでしょ。まあまあそうですね、はい、うん、はい、っていうことなんで。まあね、顔を出しせずに本名を語らずで、そうそうそう、お前ら誰やねんっていうふうに言うのは、まあ、こっちはね、言ったらもう顔を、まあ、半分出してるじゃないですか、目元、うん、ね、うん、である程度素性も言ってるっていう感じじゃないですか。そこはちょっと対等になってからものようでっていうのはね、なんかな、ね、誰も分かれへんもんな、あのコメントだけ見たら、ね、どういうか分かんないですよね、どういう実績が残ってる人、ね、この人は有名な人なのか、で解説者になれるぐらいの頭を持ってる人なのか、ね、どうなんですかっていう感じになってくるから、だって俺ちょっとほんまに調べたくなもんな、そう言ってくる人全員集めて、なんかこの人の素性どうやって調べようって考えちゃう人なんで、なんやかんやでね、うん、工夫してひねり出して突き止めそうで怖いです。でもなんかうまいコメントしてもらったらちょっと嬉しいかも、ね、でもちょっとひねり、ふたひねりぐらいね、そうそう、ああそれはわかるわっていうのとかね、うん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 、でもほらないんすよね、同じようなコメントでね、なかなかね、言うたらそのなんちゅうんですかね、文句じゃないですか、うん、イチャモンみたいな、で多分ね、そのアーティストのファンでもない人が言ってると思うんですよ、うん、大体が、うん、そのアーティストのファンでも何でもなく、たまたまおすすめに動画出てきて、でたまたまその、うん、なんかその自分そういうストレスって、自分が本当は上に行きたかったやつが多いんですよ。会社でこう本当は上に行きたいけども、なんかもういつまでもペーペーで働いてて、で仕事行ったら上からガー抑え込まれてっていうのを、人が大体そう家でアンチ活動とかして、そこで自分は上だっていう表現をしてストレスを発散してる人が結構多いと思うんですよね。非常にわかりやすくありがとうございます。いやもう実際そうだと思いますけどね、うん、結構そういうの多いと思いますね、だからもう、うん、そういう出る理由を、だからだから同じようにそのなんかこうアンチです、お前ら誰やんのかこうバーって文句言う人って、それ会社の上司に一回やったらええねんと思う ね、
それを会社でその自分の上の人間にそれ噛みついたらええんちゃうと思うんですけどね。お前誰やねんって言うんですか。あ、言いますよ、僕言いますよ。ランさんも言うでしょ。でも、まあ、私も言います。お前誰やねんっていうか、何かあったら反抗するんです。何かあったらもう言いますね。僕はね、でもそのどっちかっていうと、その反抗するというよりも従ってるふりをして相手を下から操るという、はい、あの カマキリに寄生したハリガネムシを僕はずっとやってるんですけど気付いたら水飛び込むみたいなね。気付いたら水飛び込むみたいな。僕はね、でももともとはでもすごいランさんと一緒の性格してたんですよ。真正面から行ってしまう性格 でこれ大人になってこれやっとったらあかんわと思って、なんか別の方法ないかなと思ったら、あ、そうやそうやそうやって、その操られてるふりして操ればいいんやっていう。耳痛い。私耳痛い。ランさんはドストレート真正面から戦い。ドストレートでもね、なんか前の職場 そのやっぱりこう上司とかにも普通に私あの言葉で噛みつくのはまあもちろんですけど、態度がね。まあランさん兄貴派ですもんね。兄貴派だよもんな。その強いもんに噛みつけ、弱いもんいじめへんもんな。弱いもん絶対いじめないですね。ランさん弱いもんいじめしないですから、ね、絶対しないです。自分より弱い人いじめるってことしない、はいはい、しないですけど、上の人間はもう噛みつかれてなんぼじゃないですか。言ったら立場が上なんで、じゃ下の人間はここが問題ですっていうことを言わせないっていうのもおかしな話やなっていう話なんで、そこはあのきっちり指摘させていただきます。ね、あの話が通じないなっていう人はもう態度でふてくされますね。何やったの。一番あからさまにふてくされるやつ。あからさまにふてくされます私。めっちゃ嫌な、まあでもね、まあ、部下ですけど。1万人も超えてきたらちょっとそういう嫉妬されることもちょこちょこあるなって。もうこれ絶対 YouTuber、 どの YouTuber でも一緒やと思うんですよ。でまあランさん、うちらの場合はランさんが結構その位置におるっていうのが、そのまあアンチ関係なく、その他のなんか音楽仲間も結構それ言うことあるんでね。そうですよね。なんかこう、なんかフロントに立ってる人間って意外と自己プロデュースっていうのが不得意な方が多い、多いですね。多いんですよ、うん、あの個性が強すぎて持て余してるっていうタイプの方結構多いん でそれをどう料理してくれるねんっていうところで、こういった立場の方が欲しいっていう人が結構多くて、うん、まあでもね、まあでもその、ね、ランさんは今までまあ言ったらこのここにいてたレベルがちょっと今まあまあ上がったやん。その当時よりはね、まだまだ上は高いです。上は高いですけども、ちょっとその今まで仲間とやってきた知り合いとかとやってきたところよりポコッとちょっと出ちゃってるから、うちって、まあこれは事実やと思うんですよ。やっぱりその知名度的にもそうですし、 YouTube でこんだけまあやり散らかしてるっていうのもあるんで、やっぱりね、今このここのそこにいる人たちってもうここ上に上がりたいっていう願望が俺多すぎるんちゃうかなって、逆に願望がもうそこの自分が上になりたい欲がさっき来てしもて、まあそうですよね、肝心なそのファンへのサービス精神とかがないんじゃないと思って、で結局自分の見栄がちょっとこう上がりすぎてるんちゃうかなっていうのがあって、で僕ってそういうのって意外と匂いすぐ嗅ぎつけるんすよね、あこの人そういう匂いするから嫌よねみたいな。本当になんかあのあんまり出してないように見えてる人でもちょっとでも匂いがピュッて出てきたら、はいダメーって言ったんですよね。はいはいって、うん、はい下心下心下心はいってはい見え張りたい人ははい無理ってなってすごいですよ、その嗅ぎ分けが。嗅ぎ分けでそこで多分だから僕も今までミュージシャンいろいろ会ってきましたよ、はいはいはい、女の人とやることも多くユニットとかもやってきましたけども、まあねうん、そこでランさんを今ここまで引き上げたのは多分そういうところかなと思うんですよね、うん、そういうのがランさんにはそういうのがあんまなかったからね、まあ、私自分が上その見栄がなかったやん、はい、はい、ないですね、うんで見栄がなかったから、いいよねって言って、もそのまあ能力云々は置いといて、はいはいはい、その気持ち大事やなと思って、やっぱり、うん、物を続けていくとかちょっと本気で頑張る時ってやっぱり気持ちちゃんとこう、うん、素直にできる人でないとやりにくいじゃないですか、はいはい、確かに確かに、うん、ただ単に自分がいいように見られたいとか人の上に立ちたいとかっていう、うん、そういう邪念から入る人結構いるんで、まあでも意外とその邪念から入ってる人の方が多いんちゃいます、多いですね、僕らの周りでもそうですけども、ね、そういう方とちょこちょこ見ますから、はい、うん、でもそういうのはね、ランさんはなくて、まあ、そこが素直でいいよね。で、まあ、ちょっとものすごい扱いにくかったですけど本当にもう大変ですけど
何回大変言うんですか。茨の道をね僕は行くことになご苦労様です。茨の道をね歩んでるんですけど、まあでもそれが功を奏してこの YouTube も伸びてきたんかなって逆に言うたらね、うん、まあ、あの性格ひん曲がってますけど、あの悪いやつではないね、うん、私、うん、悪い子じゃないからまあ長いこと続けてくれてるしね、もう今となってはねこれもう完全な、もう多分視聴者さんもこのもうゴールデンコンビになっちゃってると思うんで、うん、見た目はね、はい、うんと思うんですけども、だからね、まあ、あの嫉妬する人はちょっと自分を向上する方に持っていってほしいですね。その人を落として、ね、自分を上げようとする人って結構いるんですけど、その人を落としても自分って上がらないですから、うんうんうん、で自分の中で人を落としたつもりになってるんですよ。でも違うんですよ、実は抜かれてるっていうことよくあるんで、自分の能力を向上するとかで、まあね、うん、ね、あのアンチコメントしてストレス発散してる人とかはですね、うん、まあそれやったらそのアンチのコメントする力を普段の例えば上司を叩き潰せたらあれやけど、まあ、それぐらいの方っていいですよ、物申す方にね、その自分が上に上がるためにそう、まあそうね、使ってもらった方がいいんかなと思いますけどね、うん、でも秀逸なこうアンチコメントは僕は読みたいですけどね、あこれは納得やわっていうのが来たら、ね、まだ未だそういうの出会ってないんですけど、で大体短いから分かれへんねん、もう ひねろみんな、ひねって書いてる、ひねろでいつもあの応援いただいてる方はもうすごいコメントで、もうっていうかもう最近コメント多いね、大変ね俺、あの承認するのかね、承認制やめようかなと思ってるんですけど、もうちょっと続けようかなと思って、あ承認制にしとったら一応全部目通せんねん、承認制をやめると勝手に表示されるから、うん、自分があんま目通さんくなるやん、あ確かに、うんうん、で小児先生とあの一個一個確認できるっていうのがいいよねっていうのがあってコメントを ね、 確かにね、でこういうのあったねとか思えるんで、うん、まあまだそれやってるんですけど、もうあんまり増えたらちょっと考えます、無処理しきれなくなりますもんね、うん、皆さんは嫉妬してますか急に何聞くんですか、あの、ね、でも嫉妬は大事やと思うんですよ、でも大事やけどそれを人にこう当たってもしゃあないよねっていう、なんかその僕らもありますもん、ね、だって嫉妬心ってなんであのチャンネルこんなの見てねえって思う時あるんだ、あんなのうちらの方ができてるかもできてるよみたいな思う時あるけど、それ言ったとてやん、やったら自分があの結果出せばいいだけやから、だからもっと、動画を、うん、まあ、作らなきゃいけないよねっていう風なところ、そうそうそう、まあ、その僕らはねその嫉妬心とか悔しい気持ちっていうのをですね、うん、あの向上心に変えてるんで、でもそれやったらもう自分たちがもう結果を出すしかないと、まあそうですね、だって世間って結果出さないの認めてくれへんやん、まあ言うちゃう、口でなんぼ俺すごいねって言ってもさ、俺はすごいんだ、俺はすごい YouTuber なんだってめっちゃ言っても誰も認めてくれへんやんか、うん、結局数字とか結果出さなあかんわけやから、結果出すっきりですよ、うん、本当世の中ね認めてもらうことは結果しかないんで、ええ、はい、ええ、だから頑張ってそこはね結果出すようにやっていけばいいんじゃないかと、その嫉妬ばっかりしてる人は、うん、これでも YouTube とか全然関係なくですよ、うん、普段の生活でもそうですね、結果を出すように頑張っていただければと何の話やねんあのこれを見てる、まあ、アンチの方がいらっしゃいましたら、はい、ええ、でも応援はしますよ、その結果出す方にこう動いてもらったらね、うん、あのすごいそのエネルギーを有効に活かせるんじゃないと僕思うんですけど、ね、意外と負の感情ってあのエネルギーすごいあるじゃないですか、あれね、負の感情のエネルギーってものすごいマイナスに働くんですよ ね、エネルギーの量は大きいんですけども、うん、その量が大きい分をマイナスで、だからマイナス100になってしまうから、うん、でそれをなんとか上向きに持ってってっていう風にすると、うん、バネみたいに跳ね返るね、ビヨーンってね、そう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 、ね、まあうーん、僕らはあんまりそんな負の感情を抱くことはないよね、でもまあ嫉妬ぐらいは私しますよ、まあ、嫉妬はしますけどね、ええ、でもみたいな、その時にその変な当たり方せえへんやしないですね、うん、基本的には、うん、ええ、じゃあ自分がなんかこう見返す方法とかさ、うん、伸びる方法を考える、そう考えた方が一番手っ取り早くないです、人に対してって思ってても人って変わんないですしね、うん、そう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 、自分が変わればいいだけの話なんで、はい、でも自分が変わる方法しかないんですよね、はい、結局はね、あの人って絶対変えれないですから、うん、ええ、
もうだってこんないっぱい国民いてるわけやから。そうですよ、これを全国民変えるなんて無理ですから、政治でもできないですから。でもね、私思うのが、自分の周りにいる人たちって自分の鏡やと思ってるんで、うん、自分がこういう風な人間だから相手もこういう風な人が寄ってくるとか、うん、そうそうそうよ、そうですよね、うん、結局はそうなんですよ。そうなんですよ、だ人を変えようと思ったら自分が変わると変わるんで、うん、あ、こいつの方変わったぞみたいな感じでみんな見るんだよね。そう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 、ね、だからその自分の周りの人間を見て、例えば自分の周りの人間がちょっと卑屈な人間やとか、うん、文句言うような人間とか、うん、ちょっと過激な人間が多いな、うん、と思ったら自分がそうだっていうことですからね、うん、まあ、本当にそうなんですよ、まあまあね、類は友を呼ぶっていうことがある、類は友を呼ぶ、これほんまにそうですからね。ね、ね、だから僕もそのなんかこう自分のチャンネルのコメントを確認して大丈夫かなっていうのはあるんですけど、まあ今のところすっごく平和なんで、いや安心はしております。非常に平和、大人で安心で、もう皆さん落ち着いたコメントをすっごいいただけて、聞く狩りとか本当大人ですよね、やっぱり、まあ、それはありがたいです。なんかこう楽しめるような空間を作っていこうっていう、うん、なんかこう意思がね皆様あるなっていうふうに思うので、うんうん、まあ、何にも心配はしておりませんけど、 そこに関しては、ええ、だからね、まあ、嫉妬のエネルギーをいい夫婦に変えていって、まあ、アンチとかこう、まあ、ランさんの位置がいいなと思って嫉妬してる方はですねこれいいんですかねあ、でも分からんことはないね、ランさんのこの位置、確かにええ位置いてるよあなた、まあ、楽やで楽やでっていうか、それはそれなりにその与えてもらってるものはもちろんありますよ、うんうん、あるから僕もやるんですけど、うまみだけ吸ってはいさいならしてないでしょでも世の中その何ていうの、売れないバンドマンとかさ、売れないミュージシャンってみんなこの位置目指すんですよ。まあそうですね、人気もなりたいし、うん、そのまあ今うちはちょっと生配信したコメントもバーって流れてくれるじゃないですか、まあですね、うん、みんながそうやっぱりミュージシャンとかそうタレント性を持って、うん、持ってる子ってやりたいわけですよ。それをちょっと僕らはなんかうまいこと手に入れたでしょ。それでいろいろやきもち焼かれることはあると思います。まあでもちょっと私やきもち焼かれたいなと思って生きてきたんでちょっと楽しいですよ。楽しいですか。俺と一緒のこと言うな性格悪いよ。俺ももうなんか嫉妬されるのめっちゃ嬉しい人だから二人して性格悪い、はい、結局2人とも性格悪いです、はいはい、ということでこれぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。